こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る、人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。本好きの方ならですね、新刊が出たら迷わずに買うというですね、そういった本の類があるかなと思います。わかりやすい例で言えば漫画や雑誌はそうなんじゃないかなと思います。小説でもお気に入りの作家さんの方のものは立ち読みをせずにさっとレジに持っていくってことが多いかと思います。最近になって私はですね、出版社でもそういうことがあるなというふうに気づきました。私にとってそういった出版社は夏葉社さんになるんですけども、こちらの本を刊行されたら、すぐに購入しています。代表の島田純一郎さんが一人でやってらっしゃってる出版社なんですけども、大手とは違いまして、年間で見ても本をとても多く出しているというわけではありません。また復刊をですね、多く手掛けているのも特徴となっております。一冊一冊丁寧に作られている印象も受けられまして、読み終わった後本棚に収めても、その本の存在感というのはとても素敵だなというふうに思っております。今回紹介する本は片岡千歳さんの古本屋タンポポの秋暮れという一冊になります。こちらも、先ほど述べたような復刊となっておりまして、化粧箱に入っている本になります。かつてですね、高知県にタンポポという古本屋さんがありまして、そこで働いていた片岡さんが新聞に掲載をしていたエッセイが元になった一冊となっております。古本屋さんの視点から見て見えてくる世界というものを感じることができてよかったです。私が特に印象に残ったのは古本の扱いについてでして、本が好きな方は収集欲が旺盛な方が多いかと思いますので、家に大量に本があるというのが多いことだと思います。何かのタイミングでそれを手放すってこともなるかもしれません。本人としては大量にあるものを引き取ってもらえばいいという考えのもとから、お金はいらないというふうに言うことがあるかと思います。それに対して片岡さんは、私は本に対して失礼ではないかと心の内で言っているというふうにあります。さらにですね、古本屋は本の捨て場ではないのだから、自分の意思で手に入れた本を、お金がいらないなら友人なり知人に差し上げたらいいと思う。破れた靴下を捨てるのとは本の場合違うのではないかと言いたいというふうにあります。こちら確かにその通りだなと思いまして、自分の意思で手放した本が本屋さんをきっかけにまた新たな人に必要とされると思うと、なんだかワクワクします。私自身はですね、一時期は蔵書整理で本を手放すことをしていたんですけども、それはある時からパッタリとやめました。それは一度読もうと思った本は人生のどこかでまた必要になる機会があるかなというふうに思ったからです。読んで感動しただけでなく、積読になっている本、読みかけて挫折した本や、読んだけどいまいちだった本など、どれも必要とする可能性があります。そういう時にすぐに手に取ることができないというのは機会損失でしかありません。そう思うようになってから意思なしに手放すってことはなくなりました。多くの本にですね、書き込みや読イヤーがしているのも、売れない理由の一つではあるんですけども、本によっては綺麗にしておきたいと感じるものもあるので、その時は付箋を貼っています。この本は付箋を貼りながら読みました。古本屋さん、特にですね、本屋さん、特に古本屋さんが好きな方には手に取っていただきたいような一冊となっております。最後まで聞いただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内で開催をしています。また SNS や、ブログでですね、を通して、選書サービスや読書の差に関する相談も受けたまっております。詳細は概要欄からリンクをご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。